はい、こんにちは。5月5日、子供の日の夕方。えっ、ー、とね、ちょっとこれ、自分自身のメモなんだけど、えっ、ー、とね、DMMA 会話をね、えっ、ー、と、まあ、大会じゃなくて、休会っていう形をとって、一旦、受講を終了といたしました。えっ、ー、とね、まあ、記録によると、 36,675分。1回のレッスンが25分なので、1,467レッスン、えー、期間にしてほぼ4年、正確には3年11ヶ月、ほぼ毎日英会話を勉強してきたんですが、一応今日でね、一区切りっていうことですね。うん まあなんで英会話勉強しようと思ったかというとねえっ、ー、とまあそりねネイティブとさなんかちょっと会話し,したいっていうのがあったんですよねで本当は、えー、と自分2010年にね一回アメリカ大陸横断してして,てまあその時はねまあまあ半年間個人レッスンを受けて日常英会話 最低限の英会話ぐらいはできるようになっていったつもりだったんだけど、それでもさ、なんかやっぱネイティブの人がサラサラサラっと話すとさ、やっぱりよく聞き取れないんですよね。それでちょっと悔しい思いをしていて、まあ、アメリカに行くチャンスとかいうのはさ、そうそうないんですよね。明日行けたらいいなと思って、ふらっと行けるようなことはないじゃないですか。でもいつかチャンスは来る。その時に、 その時に、チャンスが来た時から勉強し始めてもね、当然遅いわけですよね。だから、まあ、語学習得に時間がかかるのは、まあ、当然っていうのが頭にあって、えー、まあ、あの時さ、えっと、2020年 ?4 月7日にさ、あの、非常事態宣言がなされて、ね、 不要不急の活動はダメよ。表に用もないのに出ちゃダメよ。みたいに日本もなっちゃって。まあ在宅とかさ、ね、オンラインで会議とかいうのが流行ったじゃないですか。流行ったというかもう、もうそうせざるを得なくな、そうせざるを得なくなったんですよね。うん。まあだから自分も、まあこの機会にオンライン英会話やってみようかなと思って始めたのが、その非常事態宣言が解、 宣言されたた翌々月、月年の6月6日からね、始めたんで、すよね。で、21年、22年、23年、ね。で、令和5年の5月に、まあ、ちょうど1年前に、はい、コロナはもう5類の扱いになりましたって、普通のインフルと一緒ですよみたいなことになって、 ね、インバウンドでまあ外海外からお客さんがたくさん来るようになったのがまあ今現在じゃないですかうんそれでねまあちょっとまあその DMMA 界隈にもちょっと変化があったのはその DMM で先生してる人たちもさまあい,いろんな諸般の需要があってリアル社会で稼げないから DMM オンライン英会話の講師となって稼いでいる人たちもいたわけですよ。でそういう人たちの中でもああもうコロナは収まった5類になったんだからまあ人々の生活も普通通りになってきたからあのまあまあアルバイト的にオンラインで英会話の先生やるよりも普通の一般企業に。 勤務しましょうみたいな動きも出てきたんでしょうね。えっ、ー、と、自分が、ああ、この先生いいなと思って、まあね、ね、何人か、この先生とこの先生とこの先生とこの先生にならおうって決めている人たちの中の何人かがね、まあ、この春か、まあ、それ以前に、 先生をね、辞めていっちゃったっていう経緯もあるんですよね。まあ、ある先生は学生だったんだけど、春からね、神奈川でお仕事に就いてますと、もう、ね、そら、普通の仕事やってたらさ、もうオンラインで英語を教えることもできない。で、ある人は、えっ、ー、と、オンラインで英語を教えるよりも、実際京都で、 まあ、ツアーコンダクターみたいなお仕事。まあ、得意の英語を使ってインバウンドのお客さんを案内するような仕事を始めたり、まあ、教える方も変わっていってるわけですよね。うん。そしたら、まあ、生徒としてもさ、なんかちょっと今まで通りとはいかないんだな、みたいなことも分かってきて、まあ、ちょっとね、僕も生活自体をね、 えっと、変えていこうみたいなことを思っていて、まあ今までは絶対朝、えっ、ー、と、オンライン英会話を受講してから、まあ他のいろんなことをやるっていう生活スタイルだったんだけど、まあそれも一応今日までってことでね、一応オンライン英会話の受講は今日で一旦終了っていうことにしましたと。まあこの流れでいくと、まあ、まあ新しい生活、 の中でどういうふうにやって英語を勉強していくかっていうのはまあおいおい考えるんだけどえっ、ー、と今2024年でしょ、うん、この流れで言ったら2030年ね2020年のリベンジを2030年にねやるっていう流れになりそうですよねまあその頃またコロナの災害とかがないことを祈る祈ってるんだけどね もう一回ちょっとアメリカ大陸横断したいっていうのはずっと思ってることなんで、まあその時にさ、どれぐらいのコミュニケーション能力を自分が持ってい,いけるかっていうのは、まあ今までの努力とこれからの、プラス今ま、これからのね、努力で左右されるもんかなとか思いながら、まあね、日々、日々、日々どうやって勉強していくかっていうのはね、 またね、考えなきゃなっていうふうに今は思ってます。と。はい。ちょっとまあ自分に対するこれメモなんだけど、うん。はい。というメモでございます。<laughs> はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。